こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨のことをちょっとお話していこうかと思います。ビットコイン、イーサリアムを中心に暗号通貨がね、ちょっとこう元気がない時期があったんですけども、やっぱりね、この1ヶ月とか2ヶ月だけを見て失望してもう暴落なんだとかね、もうこれでオワコンなんだとか言って、やっぱ YouTube ご覧になってる方もどちらかというと危ない話とか終わっていく話とかね、自分のお金が減っちゃうんじゃないかって話をよく見るんですよ。それはもう仕方がないことなんですよ。人の心理っていうのはどちらかというと楽観論よりもこうやってね、悲観論の方にやっぱ行っちゃいますんでね。だからなんて、都市伝説とか怖い話ってみんな見ちゃうでしょ。だからそういう YouTuber が受けてるのの延長線上に、要するに暗号通貨の悲観論っていうのがね、やっぱ炸裂するわけなんですよ。でもちろん本当にそう思ってる方が YouTube アップロードしてる例も多いと思いますので、全部がね、不安を煽ってるためにやってるとは言いませんけども、結局私たちがどういう気持ちでね、こういった投資に入ってきたかってことなんですよ。いつを見てるのかってことですよね。で、私の場合はここ1ヶ月2ヶ月、さすがにイーロン・マスクさん中心にアメリカ、中国の規制が入ってきたりとかね、それからエルサルバドルの法定通貨のこととか、インドの法定通貨のこととか、諸説ふんふんありますよ。でもその中で、じゃあビットコインとかイーサリアムとか広く暗号通貨っていうのはこれから市場を拡大していくの？それとも縮小してなくなっていくの？っていうふうに、二つの極論を持った時に、私はね、伸びるとしか考えられないんで、結局数ヶ月単位で、上下することを、置いといてでもですね、それがあってとしても、結局はビットコインは伸び続けて、そしてイーサリアムは利用され続けて、いつかね、法定通貨と同じようなとは言いませんけども、補助的なデリバティブとして、要するに金融派生商品として、あれですよね、金券とかね、 JCB のサービスカードとかあるでしょ、1万1000円のやつとか、あんな感じには最低なるんじゃないかなと思うんですよ。で、決済手段に向くか向かないかっていう問題があるんで結構厳しいんですけども、なんかね、独自の、資産構築分野っていうのができていくんじゃないかなと思うんですよ。当然ですけども、これがね、先進国の主要通貨になるってことはなかなか考えられないです。で、これが例えば FX の中の、FX のね、通貨ペアの一つになって、ドル円と、それからドルビットみたいなね、そんなのが、どっか大手、XM 証券がなんかの、なんか間にガスッと入ってね、やっていくみたいなことを考えていくよりも、私はその暗号通貨は独自の世界観を作って、出口としてね、法定通貨が変わるっていうのはありますけども、なんかその法定通貨と同格にはならないんじゃないかなと思うんですよ。で、いろいろと言ってもしょうがないんで、私の考えをね、ズバッと申し上げますと、ビットコインはやっぱり1000万とか2000万とかに向かっていくでしょうし、イーサリアムは100万円前後に、一旦ね、整えて、それからまた200万、300万に向かっていくんじゃないかなというふうに思います。それは変わんないです。外れるかもしれません。そういうのを覚悟してやってますんでね。で、対局間、1年とか、3年とか5年とかっていうスパンで考えれば、まだまだ暗号通貨、ビットコインやイーサリアム市場は広がっていきますし、もちろん体のエダっていうのはもっともっと進んでいくと思います。ただね、その中でじゃあ法定通貨と同格になるのかどうかっていうのはまた別論議論になると思うんですよ。そこまでにはなんないと思いますからね。ただ一定の資産構築法として暗号通貨はこれからも使われていくと思いますし、その分だけお金を失う方もいると思いますけども、ただやっぱりね、暗号通貨独自の市場の拡大ですか、これによって、例えばね、あれですよ、体の買った人っていうのは、プレセールで買った人って誰か損してるかなってことを考えたらしてないでしょ。体のっていうマーケットは広がったじゃないですか。で、しかも体のに10万円とか投じた人っていうのが今ね、何百万とかなってるわけですよ。もしかしたら何千万とかにね、と考えると、バーチャルかもしれませんけども、お金の枠広がってるんですよね。要するに通貨発行を暗号通貨ってものを通じて成功させているっていうのがその正体じゃないかなと思うんですよ。ですんで、だから暗号通貨買いましょうとかなんとかってことではないですよ。すでに持ってる方はそれだけで得したんじゃないかなと思うんですよ。で、ひいてはですね、早く利確して法定通貨にして欲しい商品を買うということですよ。ずっと持っていれば、上がるでしょうけども、結局、お金っていうのは使った時にお金になるわけで、銀行口座に入れてくるうちはね、ないのと一緒ですからね。私はそういうふうに思って、適度に消化していこうかと思います。やっぱりお金は使ってこそお金だと思いますしね。使うことによって、そのお金を受け取る人がいて、経済が回る。そう思います。暗号通貨、しっかり上がっていくと思いますけども、ある程度のところで、まだ上がると思ってもそこで利確して、自分の人生に使っていければなと思うところですかね。じゃあ本日は以上です。